どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ハミングです。今回もサイコブレイク2の実況をやっていきたいと思います。前回はなかなか壮絶なパートだったんではないでしょうか。結構苦労しましたよ。昔の1の時の敵が出てきたりねえ、火炎放射器につきまとわれたりといろいろしましたが、セオドアオが死にましたね。マイラが殺して、で、マイラがこの建物破壊していったんですけど、行きましょうか。これどこ行ったらいいんですかね。ん？後ろ戻ればいいのかい？うわぁ、うわ、もう完全にマイラの世界になってるぞ、これ。なんてこった、ほとんど何も残ってない。チャプター15、何をするつもりなんだ。この世界の結末、もう俺は負けないって書いてありますね。トロフィーゲットしました。マイラを探せ、探しましょう。さあ、どこから探せば良いのか。うわぁ、これはなんか、ああ、なんかあれの時に見たんやけどな。ステファノがの世界に行った時に見たような気がするぞ。うわぁ、何？行って、バカー、行ってー。もうズタズタや、ズタボロやで、もうセバスチャン、よう普通に走れてんな、こうやって。クソ、マイラどこだ、マイラどこだ、マイラん。お、ハーブとガンパウダー、こっち行ったら鏡ありそうですね。なんだ、いや、そんなことはなかった。鏡なんてなかった。え、なんか出てくるのだけはやめてくれよ。あ、マイラ、絶対なんか出てくる。いや、違うか。もう終わった。閉じ込められる前にリリーを連れてここを出よう。また一緒に暮らそう。頼む。なあ、聞こえてるんだろう。やめろ！クソ！話を聞いてくれ！マイラ、どうした？しっかりするんだ。無理よ、リリーを守らないと。君はやり遂げた。ステファノはもういない。セオドアも死んだんだ。そう、よかった。セバスチャン、早く出るのよ。いや、君とリリーを置いていけない。マイラ、クソ、何をするつもりだ。マイラの目的が全くわからん。マイラを追え。わかりました。ちょっとなんかアイテムあるんじゃない、これ。ほらー、こうね、先に進もうとするとこういうアイテムを取り逃してしまう。経験が生かされているよ。この辺なかったアイテム、なんもない。
もう何もないね。よし、行こう。お、鏡や。あ、でも鏡は今いいかな。ジェルも溜まってないし。ツールキット。よし。アイテムは？ない？なんだあれ？あ、ここ行けるやん。え、行けないの？あ、行けへんわ。え、行けへんのこれ？あ、行けへんわ。こっちか？取りたいあれ。こっから飛び降りる感じか。取りたくね。取りたいんやけど、めっちゃアイテムあるもん。え、取れないのあれ。欲しいなあれ。あー、でも行けへんな。行けないわ。しょうがない、行くしかないな。こっち進むしかねえ。ハーブがいっぱいある。いや、これちょっとマイラ。え、うわあ。え、おい、なんか出てきたぞ。バカマイラ、どういうお土産置いてってんねん、バカ野郎。なんとかしないと、マイラに近づけない。普通の敵かこれ。よし。あ、ジェル出すんや、普通に。よいしょ。ピン取って。順番に倒していこう。このサイコブレイクだいぶね、あれやからね、カット多用してるからね、こういう敵と戦ってる時は特に。左側に敵いるのちょっと気になるけど、あいつとりあえず倒そう。よいしょ。もう建物の中にいる感じか。それと、そっちにいる。おお、お、どういう動きしてる。そっちか。建物の中にいるやつ。あいつ、左腕ないな。よいしょ。開いた。 OK。 よし、遠くに行ってないといいが。アイテムだけ回収させてください。
反動がの弾、こちら辺で倒したやつのジェル取ったっけ？取ってるな。オッケー。さあマイラ追いかけよう。あ、いけないか。こういうとこすぐ気になっちゃうんですよね。待て、マイラ。全然進んでなかったな、マイラ。ちょっと待ってたやろ、お前。うわ、あばばばばば。落ちる落ちる。おおおお。まずい、敵が出てくるぞ。そいつら動くぞ、きっと。動いたわ、やっぱり。くそ、またか。こんなことしてる場合じゃない。こっちへ来い。こやんのかい。わあ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 。おお。ええ、なになになに。よいしょ。メディカルケース使っちゃおう。ビン。うん、連撃。うわあ、っ、そう、結構使っちゃったよ。確かに、でもあんだけ固まってたら一人ずつおびき出さないと。ああ、あれ使えばよかった。ハンドガンのサプレッサー、ハンドガンを使えばよかった。クソ、そこまで頭回ってなかったよ。いや、この音すごい嫌だ。いた。待ってくれ。もうやめて。いやー、出てきた。でかいの出てきた。ちょっとなんかすごそうな武器持ってるよ、あいつ。嘘だ。電信柱という名の武器を。あはははは。は、はあ。スナイパーライフル。いやいやいや、恐ろしい。弾なくなった。いやおら、いたいたいた。お、ちょっと待ってな。回復して、うう、厳しい。あぁ、危ない。
おっ、わあ、おお、うわ、すごいかっこいい。大丈夫？おお、倒したーかな？オッケー。うー、これで最後にしてくれ。いや、ハンドガンの弾、ハンドガン強化しておくの大切やな。結構強いな、ハンドガン。うわ、それにしても回復が追いつかん。のやつ壊したからなんかアイテム出てたりせへんのかな。あー、ないわ。くっそ、あ、何も出さないわ。あー、そこにもアイテムがある。よかったよかった。スナイパーライフルとショットガン弾、スナイパーライフルリロードしといて、ハンドガン、ハンドガンに切り替えておこう。こっちか。絶対出てくるやん、ここ。マイロ。でも基本的に絶対出てくるやんって、僕がやったら出てこへんからな。リリーは傷つけさせない。傷つける？俺はしない。愛してるんだ。あなたの愛では守れない。守れるのは私だけ。近寄るなと言ったはずだ。何するつもりよ。まずい。うわ、最悪。うわ、よく落ちるなセバスチャン。かわいそうに。なんか雪あるやん。うわ、すげえ。マイラを何とかしないと。どうなってんだ。あれはうちか。うち。なんでうちがあるの。きっとあそこだ。もう戻れない。天国と地獄の境目、変国。すごいとこ来ちゃった。この辺はアイテムあるんかな。 一応探索してみるけど、多分ないでしょ。ないよね、こんなとこに。よっしゃ、向かおう家に。これは誰の共鳴反応だ。油断してるわ。ユニオンも正常
常に動作しているから監視が緩い。今しかない。気づかれずにリリーを解放できるでしょう。成功すれば我々は同盟も同然です。この野郎、あなたほどの地位にある人がもし捕まったらもう決めたことです。この野郎、何を言ってんだお前は。いやろう、ロコのロリコン野郎が。あ、足跡が。そういうことか。マイラはコアになるつもりなのか。そう。なぜだ。リリー、自分がコアにならないと多分リリーがすぐ連れ戻されてしまうということか。そこか。いたわ、セオドア、早く。何をしているの。本気で計画に協力すると思いましたか。メビウスは短絡的ではあるが希少な存在です。私が組織を、線を支配すれば進化を発揮できる。さあ、彼女をよこしなさい。私を殺せたら、この時から崩壊が始まったのか。そういうことか。あのクソセオドア野郎め。あ、部屋戻ってきた。ふん、今頃死神に説教でもしてるだろう。ユキコ、この恩は決して忘れない。忘れないぞ。俺は忠告したぞ、サイクス。成功してると思うな。ニャンコ、レッドジェル。さてと、ちょっとクラフトするか。この悲しげな BGM の中で。我が家に。マイラがリリーを守ってくれた。なのに今度は危険にさらすつもりか。ガンガン上がれ、登れ登れ。クソ、結構長いな。
マイラ、そうだろ。セバスチャン。なぜ俺と戦おうとする？あなたにはわからないわ。これは新しい家よ。リリーはきっと安全で幸せ。恐怖もなく痛みもない。それは違う、偽物だ。痛みは現実の一部、愛もそうだ。ここにいても恐怖が消えるわけじゃない。リリーは生きてないのと同じだ。あなたは分かってない。あの子がどんな目にあったか。私ならあの子を守れるわ。マイラ、頼む。リリーをここから連れ出そう。一緒に帰るんだ。また一緒に暮らそう。やめて。リリーは誰にも渡さない。やめろ、頼む。マイラ、まだ時間はある。行こう。リリーを置いていけない。頼む。奪おうとするものを生かしておかない。こんなことさせるな。やばいよ、女型の巨人みたいになってる。うわっ。私たちをこの好きだな。そうはさせない。やめろ、マイラ。自分を取り戻してくれ。どうしたらいいの。うわぁ、お腹が弱点か。したくないよ。やだ、こんなことさせないで。この動きを見てくれ。こんなこと、そんなことしたくないんだ。やめて。やめて、そんなこと言わないでくれ。おお、やめろ、それ言っちゃダメだろ。おらおらおら、お腹見せろ、こら。
うわ、聞こうとしなかった。くそー、やめて、説教しないで。あ、うわっ、くそ、おおおお、あ、痛い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 、サイ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 、めっちゃ弾出してくれる。 いるよね、こういうやつ。痛い。いっぱいアイテム止められない。マイラ、まだそこにいるんだろう。危ねえ。マイラ、どうやって狙うの、そこ。振り下ろした時か。くそ、もうやだ。もう妻がこんな姿になったら僕泣くわ。もう、あ、腕が、え、わわわわ、危ない。くそ、動きづらくなったぞ、床が。何それ、どこ、尻尾。渡さない、うわ、望んでない。うわ、え、全然聞いてねえ。うわ、なんだこれ。うわあ、いってー、いってーよー。なんだこれ。お、アイテム。おお。おお。痛い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 。痛いよ。いや。そう、当たってない全然。そう、隙が見つからないな。腕振り寄せ、オッケー。当て、むずんだ、当てんの難しい。うー、私がリリーを守る。一緒に守ろうや。いや、かっけえな、リロードがかっけえな。全弾使い切った状態のリロードがやたらかっこいい。うわ、来た来た来た。おおおおおおお、あいてー。あ、ここになんかアイテム押せなかった。あっ、やめろ。え、どうしたらいい。よいしょ、ちょっと待ってくれ。さあ、
危ない危ない、アイテム取らせて。おお、あぶね、回復。あ、いやどうなってんの、もう顔じゃん。次狙うべき場所、うわ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 、あーごめん、えぐい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 。マイラ、もうこれ腕だけとかやめてや。あー、ちゃうかった、よかった。すまない、こんなことになって。いいの、私が制御できなかっただけ。あなたは正しいことをした、ありがとう。あなたが無事で嬉しいわ。生きて、リリーをお願い、ここから出してあげて。みんなでここから出るんだ、行こう。遠すぎる、いいの、リリーだけ連れてって、私はいいわ。いや、二度と一人にしない。そうするしかない。行って、私も行く、後で会いましょう。リリーにはあなたが必要よ、お願い、急いで。
家へ行くんだ。ああ、チャプター17、結露。ということで皆さん、ちょっといいところなんですけれども、今回一回ここで切らせていただきたいと思います。マイラ後ろにいますね。いやもうすごいなんか胸にくるわ、この今回のストーリーめちゃめちゃいいわ。はい、ということでまた次回のサイコブレイク2の実況でお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。じゃあねー。